さあ、集め。マッキーはもう、マスリが波動波動と分かっちゃってんだよっていう感じなんですが、もう全身ガードして、ここで座り始め。めぐりハイスティール。さあ、ちょっとめぐりハイスティール絡めた連携しただけで半分。ジェットバルだときついか。さあ、うまみがオジバルモード。おさあ、もうマスミはこんだけリードすれば十分といった感じ。別に割られても入るものないだろうっていう、そのしゃがみっぷりがちょっとムタつきますが、逆に割れそうなのがつばる。ここで割れて大勝。爪も仮面も取れましたが、まあ仮面ほどひどい被害ではない。爪ぐらいは返してほしいですけど、さあゴロにちゃんと手出して、ラスミがキッチン選手。さあ、大体しゃがみ強化を落としていきますが、大剣、さあ、打ち攻め、さあ、桜地面から、またもできないステレ、バラしてるガード、ショートスラッシュに交えて、距離を取る、詰める、爪が折れる、ストップ回収、さあ、バックドロップ、ダメージ、あんだけ攻めてるのに、まだリードされた状態。オニバルと呼ばれた男、さあミラージュ、ミラージュもうちょっと減ってもいいだろう。さあ逆にオニバルモードに入りようというのはズバル。さあめぐり大キック、さあ相手しゃがみ教官、ズバルが返してきた。悪夢の大勝利2連発から、あのつばるが帰ってきた。力強いつばるだ。つばるが1本取り返す。力強いつばるが帰ってきた。さあゲージが間もなく1発チャージ。マスミさんが対するつばるは返しの1ゲージ。せめてレベル2に安心ぐらいは欲しい。はいはい、で逃げていきますが、悪そうだ。ガードすら許されない、無策だ。はいはい、若干、若干ミス。これは厳しいか。さあ、まだある、ゼロバウンド。さあ、スマホゴール。これは厳しい。ミラー的です。21で、マスミ桜。大丈夫、これからだよ、スバルは。